どうも、ねねです。ドラゴンズクラウン続きを遊んでいきたいと思います。なんかこのステップ、回避ステップが移動が早いことに気がつきまして。今回はですね、こちらですね、レベル5のボスがいるウォレスの地下迷宮、こちらに進んでいきます。この地下迷宮は魔法によって一夜にして作り出されたと言われている。通路の八角に罠が張られ、何者だろうと侵入を拒む危険な場所だ。裏作業でですね、武器を手に入れたので少しは楽に進めるんじゃないかなって感じです。罠が作動し、魔法の力で扉は閉じられた。スライムは炎に弱い。壁の体力が使えそうだ。ここで金属の落ちる音がした。扉を開くための魔法の鍵を手に入れた。よし、出ましょう。突然一匹のネズミが走り出て君の手のひらに飛び乗った。魔法使いウォレスの弟子だというネズミは君たちに助けを求めている。師匠ウォレスが不在の間、管理を任されていた魔法研究室が異端の魔術師らに襲撃を受けていると、ネズミは甲高い声で訴えた。君がルカインという魔法使いについて尋ねると、小さな弟子は師匠の友人なら迷宮を進んでいったまま戻ってこないと答えた。君はルカインの行方の手がかりを得たが、その前に片付ける仕事ができた。小さな弟子は研究室が取り戻せるなら手段は厭わないそうだ。この通路の先に研究室への扉がある。お、骨。ここが研究室かな。
ここ開けれそうですね。なんかいっぱい敵が。スイッチがあるけどヒントがないからなんだろう。宝箱は取れないですね。研究室が悪用されたことで実験中の魔法が暴走し生態系を狂わせていた。異常発生した変異生物が胞子を拡散し迷宮は菌類の森へと変わっていた。タイマーズ。カジマドロボ。結構宝物がありますね。でさっき HP500 ぐらいあったんですけど結構削られちゃいましたね。なんかハチのよし。
つけろ。分かった。許可する前にさなぎを始末しなければ、このままではキリがない。おう、浮かしちゃった。よし。あ、剣が。よし。よし、倒せた。君は迷宮の奥で魔法使いルカインのものと思われる遺骨を発見した。服の切れ端や装飾品から間違いないだろう。彼はここで命運尽きたようだ。レベルアップしました。君は魔法使いルカインの骨を持ち帰った。この件ちょっと鑑定したいですね。これも鑑定しましょう。敵のアイテムドロップ率 12%、 メガスマッシュの当たるダメージ 10%。 すでにルカインは死んでいた。妖精はきっと悲しむだろう。気は重いが、ルカインの塔へ行って彼女に結果を報告しなければ。復活はさせないんですね。雷のバトルソードから、これか。今装備できるのはこれですかね。所持品、アイテムボックス、武器、これが装備できるのは装備条件レベル8。今レベル7なので次上がらないとですね、装備できないですね。そしたら先ほど手に幸運の方ですね、装備して。
これを装備できるくらいですね。これはダメだ。素手攻撃の与えるダメージが上がるんですね。この状態が一番いいかな。今日はどんなご用？どれにするの？どれにするの？ショートソードはいらないので売却しましょう。アクラもいいかな。研究室に入ると主の不幸を察して妖精が君の周りを飛び回る。盗賊のロニが袋の中からそっとルカインの骨を取り出した。ルカインの骨を見た妖精は悲しむというより騒ぎ始めた。そして君の腕を引っ張って塔の外へ連れて行こうとする。妖精は君をどこかに案内したいようだ。君はルカインの骨を持ってついていくことにした。君が寺院の回廊へ足を踏み入れると奥から穏やかな声が響いた。何かお困りのようですね。僧侶はそう言って君に近づいた。君はダメでもともとと思いながらルカインの遺骨を僧侶に預けた。新たな脈動を与え渇きを満たしさまよう魂を導いて死を巻き戻し目覚めさせたまえ。祈りは女神に届き骨の集まりは血肉をまとって再び息を吹き返す。復活したルカインは奇跡に驚いていた。君に何度も礼を言って研究室を訪れるよう伝えた。そうして彼は古い塔へと戻っていった。復活した魔法使いルカインは町にある古びた塔へと戻っていった。君は詳しい話を聞くため彼の元を訪れることにした。古びた塔の研究室には魔法使いルカインが君を待っていた。復活の後遺症のためか彼は最近の出来事をはっきりと思い出せない。魔法使いウォレスを訪ねた理由を聞いても覚えておらず首をかしげた。ルカインはルーンという魔法を研究していて、その魔法は精霊や妖精が深く関係しているそうだ。妖精の友人がいるのはそのためだろうか。ルカインはその友人を改めて紹介した。彼女の名前はティキ。好奇心が強すぎて妖精の森を出た妖精の中でも相当な変わり者だそうだ。ともかく君たちのおかげでこうして一服できる。そう言ってルカインはパイプをくゆらせた。それから彼の所蔵する魔法の品々を見せてくれた。君は今後これらの魔法の品を格安で譲り受けることができる。もし彼の話で気になることがあればここで質問してもいい。さて君は何について尋ねる？魔法使いウォレスについて尋ねる。ルーン魔法について尋ねる。とりあえずこっちかな。ルカインの古くからの友人である魔法使いウォレスは過去に数々の功績を残しており、偉大な魔法使いとして知られている。一つ目巨人の一族を巨大な迷宮に封印して世界を救った賢者であり、かつては魔法使いの塔で若い魔法使いたちの教育にも力を入れていた。
また国王の良き相談役でもあり、長く国政を補佐してきた。ルカインはそこまで話して口ごもる。何か思い出せそうだったが、ダメだったようだ。ふと気がつくと、妖精のティキが君の後ろにぴったりとついてくる。彼女を救い、願いを叶えたことで、君は相当気に入られたようだ。君のこれからの冒険には彼女が同行する。そう悪いことではない。妖精は隠されたものを見つける力があるそうだ。好きにさせておこう。冒険者ギルドへ立ち寄れ。ここですね。ギルドには王城から君宛ての書簡が届いていた。書簡には速やかに王城に出頭せよとだけ書かれている。おお、お前か。お前に任せたい仕事がある。近隣の採集依頼、前回こちら受けて裏作業でちょっとやってたんですけど、全然進行できなかったので、後でまた裏作業でやっておこうかなと思います。スキル習得2ポイント、最大 HP もう一回上げときましょう。王城からの書簡はおそらく最初からの呼び出しだ。また君に謁見の間で待っていたのはディーン公爵だった。書簡は君を誘い出すために書かれたものだった。対立する最初側で仕事をしている君はこの男にとって腹立たしい存在に違いない。君は慌てて身構えた。衛兵たちはすでに剣を抜き、出口は塞がれて逃げ場はない。ディーン卿は君に向かって穏やかな口調で話しかけた。そして君個人に仕事を依頼したいと提案してきた。逃げ場のない君にとっては依頼というより強制に近い。その仕事内容とは国境のビルバロン要塞への石膏だった。渓谷から続く巨大な地下洞窟に作られた要衝は地下要塞と呼ばれ有名だ。元はオーク軍の侵攻を防ぐための防衛拠点だが、今は敵の手に落ちている。敵勢力下へ潜入し、部隊配置や侵攻ルートなどを調べてこいというのだ。相当危険な任務に思えるが、断れば今にも衛兵たちは襲いかかってきそうだ。君はやむを得ずこの仕事を承諾した。君はディーン公爵の頼みで国境の地下要塞への潜入偵察という危険な任務を受け負った。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。